ってきてほろってきませんか、うんうん、おいしい。こんにちは、楽米会ご飯チャンネルの向井です。このチャンネルでは時間をかけずに美味しい料理を作りたいという方のための楽米レシピをご紹介しています。今回はサクホロ濃厚チョコクッキーをご紹介します。材料4つでとっても簡単でもまるでお店の味な仕上がりです。材料はこちらです。今回は最近好きでよく食べているこのメイリザチョコレートを使用するんですけど、市販のミルクチョコレートを使用する場合でしたら砂糖はなしで OK です。チョコレートは包丁で細かく刻みます。で、この下の部分で切ると刻みやすいです。チョコレートを刻んだらボウルに入れてバターも入れます。ラップはなしでレンジで加熱します。混ぜてチョコレートとバターを完全に溶かします。はい、溶けたらここに砂糖を加えます。砂糖を溶かしたらここにホットケーキミックス、ホットケーキミックスにベーキングパウダーが入っていますので、これでサクホロな食感に仕上がるんです。はい、生地がまとまったらラップで包みます。ね、このままの生地だと柔らかくって形を整えにくいんですよ。なので冷蔵庫で一回冷やして形を整えやすくしてから切り分けます。ラップに生地を乗せたらこうやってぐるりと包みます。伸ばしてあげて大体ですね直径 2.5 センチぐらいになるように伸ばします。冷蔵庫で冷やし固めます。冷やし始めて30分ぐらい経つと固まってきますので、こうやってコロコロ転がして形を整えます。見えて生地が固まったら1センチ幅に切り分けます。で、包丁の刃先で切ると綺麗に切りやすいです。生地を切ったらクッキングシートを敷いた天板に並べて170度のオーブンで15分焼きます。焼き上がりました。で、焼けたらすぐ食べるとまだチョコがちょっと手にペタペタくっつくんです。なのでしっかり冷ましてから食べると美味しいです。いただきます。うん、サク、うん、うん、うまい。サクってきてほろってきませんか。うん、おいしい。チョコレートがそのままふんわり固まってるみたいな感じ。うんうん、焼くチョコみたいだね。あ、そんなイメージです。焼くチョコいい表現だった。うん、イエス。最後に手についたのどうしようって思います。いや、そういう時はこういうやつですよ。終わる私のバースデー。これで。爆死。爆死。